皆様こんにちは。しのぶ皮膚科院長で皮膚科医の曽原しのぶです。しのぶ先生と呼ばれています。今回は初めての、なんて読むんでしょうか、単独ですね。で、おそらくこれを見られている方は今単独になっちゃったとか、あの家族が単独だとか入院してますかなんてこともありますね。で、単独にとにかく関連、誰かが関連している時だと思います。で、単独ってどういった状況かというと、私なんか調べたら単独なのかしらなんて思ってるかもしれないので、多いのは株です。で、足のこともありますかけれども、境界明瞭にというのは、境界明瞭ってどういう感じかっていうと、こう赤かったりしますね。赤いんですけど、赤い線どこまでねっていうわけじゃなくて、こっから赤だなって線が終えるの境界明瞭って言いますけれども、境界明瞭というのは炎症が上の方で起きている場合はよくはっきりとどこまでが分かるんですけれども、まあ、顔はこう赤くなっちゃってるね、赤くて痛くて触ると熱くて熱が出ちゃったりしてますね。で、まあ、これはまあネットで単独で探していただければいっぱい写真なんかはあるんだと思いますので見てください。それで単独になっちゃって、まあ、心配なのは命大丈夫とか今後大丈夫と思うと思いますが、まあ大丈夫です。だけど治療しないといけません。で、その前に単独って何かって言いますと、いわゆる何顔とか足がやっぱ風邪ひいたのって思いますか。皆さん風邪って時々ひかれますね。風邪っていうのは菌が肺の中に入って入るものことだと肺炎になっちゃうか。まあ菌じゃないな、ウイルスが体の中に入ってですね、それで体側の免疫がちょっと負けてしまうとウイルスの方が勝ってしまって具合が悪くなることですよね。で、ウイルスとか細菌とかって人間の中に入り込んで時々こう人間に悪さをするっていうのは当たり前のこととしてあって、もちろん皮膚にも起こるわけです。皮膚っていうのはラップフィルムのように体全部を覆っているんですけども、そのラップフィルムにちょっと穴が開いたりしたら入れますでしょ。で、入ってくるわけなんですよ。 そういうのたくさんありますね。手の指とかもそうだけど、それね、顔と足にできるのは顔と足の中にバイ菌が入ってきて増殖して荒らしてしまうのを単独っていうので、まあウイルスが体の中に入ってるのは風邪だから、まあ、皮膚科の風邪みたいな感じだと思うんですけれども、まあそれぞれ特徴がありますよね。同じ風邪だとしても、なんで顔と足ね、それは耳かきです。耳ほじる、鼻ほじるね、これで入ってくるんです。ですからこの顔がぶわっと腫れちゃったっていう方がですね、単独って言われちゃった、今ね見てるあなた、あー昨日鼻ほじったかも、結構耳がやっちゃったかもっていうエピソードはよくある話で、まああまり鼻だとか耳とかは、まあ、手に届く範囲ぐらいで清潔にやりすぎない程度のお掃除ねぐらいがいいんですよ。それで足ね、足はほらガサガサ水虫ですよね。足の裏ガサガサしちゃってて亀裂が入ってるとか、あと水虫でこうあね、5番目と4番目4番目の間歯間型っていうけども蒸れちゃってなんだか穴っぽく開いてるとか、そういったところからバイ菌が入るわけですね。だからね、今なっちゃってる方はですね、あ次はやめようとか、あとまあご家族とか友達がなったらふむふむ、そういうことはやめとこうみたいなふうに思われていいと思いますね。目とか網だくて鼻をほじるのは頑張りすぎない、耳もそうです。あと足はガサガサとかさせないで、アホチクリームを塗ったりとか、水虫っぽかったら皮膚科に行って水虫と信頼してもらって水虫の塗り薬を塗るとかしてください。皮膚は大きな大切な防御組織でラップフィルムだからね、穴を開けないようにですね。それでこれが熱が出ますからね、熱が出て、あと皮膚の病気はこう赤くてよく見えるんでなんだか心配になっちゃいますね。で、まあ、ひどいと上に水ぶくれなんかできちゃったりして、これ治るの？なんか大丈夫？とか思うかもしれませんけれども、治療は絶対に必要です。これはこの次、この後お話ししますけれども、命は大丈夫です。
大丈夫って、まあ、まれなこと言ったらもう放置しちゃって熱がガンガン上がって、そこで体力落としてもうご飯も食べない、水を飲めなくなったら全身に気が回ったとかあるかもしれないけど、まあ、めっためったほぼほぼないんじゃないでしょうか、という感じですね。で、治療ですけれども、まあ治療は皮膚の火事ですからねで菌なので、いわゆる皮膚のその単独は単独の原因となる菌がいますから、その菌に効く抗生物質を飲みます。まあセフィム系とかそんなのが飲むかな。で、あと患部を冷却する、安静するっていうのは、まあ、これは当然のことで、その顔が腫れちゃってて暑かったりしたら冷やすってこと。とにかく冷やすはね、痒いにもいいし痛いにもいいですし、冷やすのが悪いことはある、悪いことは循環が悪い時ですけど、循環が悪い時とか、あと寒冷じんましん以外だと、まあ、もうほとんどの痒み、あとこう熱感があって熱いって時は冷やすね、どこ打っちゃったとかね、急性期の炎症効きますね。で冷やすと、あとそこのところで炎症が起きてるわけですから、まあ、顔合わせは普通にね、顔の筋トレとか頑張らなければ、頑張る人あまりいないのでないですけど、足の場合はもう歩かない、もうだから入院することがあったら、まあ、実は足は蜂窩織炎っていう単独に出てももっと深いのが多いんですけれども、もし足だったとしたら本当にベッド上安静で入院した場合はもう歩いていけません、車椅子でってなるくらいです。それが抗生物質にも効きます。風邪ひいた時に抗生物質飲むよりも、まあ、風邪はもうそもそもがウイルスが抗生物質じゃない、薬を飲むよりも美味しいものを食べて栄養つけてよく寝てっていうことが大切ですよね、と同じですよ。で、ね、この治療が必要って話ですけれども、どうしてかというと、治療が必要だけではなくて、きちんと治すことが必要です。つまり腫れがなくなったけれども、腫れがなくなっても調子もいいと、もう病院行くのめんどくさい、ただし採血をしたらちょっと炎症反応がある。炎症反応っていうのは、血液の中で炎症の物質を測るこうところがあって、まあ CRP だとかあるんですけど、それが高ければちゃんと戻るまで治療した方がいいです。抗生物質を飲むとかね。どうしたかというと、習慣性単独といって繰り返すことがあります。で、一旦炎症を起こすと、例えば足なんかの場合は訴え性皮膚炎とかで循環が悪くなっちゃって皮膚炎を起こしやすくなったりもするので、習慣性単独にならないようにちゃんと最後まで治療することが必要ですね。で、原因はこうでした。で、あとうつるのみたいなね。で、外から来て、まあ、体の中が腫れちゃった状態なんですけれども、まあ、水虫はうつりますよね。けれども単独か単独はうつりませんので大丈夫ですので、家族の方ね、単独の人はちょっとあんまり安静にした方がいいんで、なんかやってあげてください。で、まあ、まとめですけれども、まあ、熱は、まあ、出ないこともあるかな。でも、まあ、出ることもあるで、患部が熱い、ね、赤くて共感無用で痛いっていう時に、まあ、単独で自分で診断なかなか難しいですね。で、まあ、熱が出たりとか顔が真っ赤になったりしますから、病院って今単独とおそらく診断されてますでしょ。で、治療で合ってんのなんて思ってるかもしれないけども、まあ、抗生物質をしっかりと習慣性にならないように最後まで飲み切るね。で、ちゃんと治ったかをちゃんと見てもらって、もうたくま OK 今治りましたと言われるまで飲んだりします。飲みましょう。で、まあ、患部冷却っていうのはもう赤みとか熱感とかなくなったらいいと思いますけれども、まあした方がいいでしょう。あと安静っていうのは特に足なんかにおいては重要です。今単独と診断されたあなたとかご家族の方とか、ご参考になりましたでしょうか。ありがとうございました。まあ、入院するのはこの安静目的が多いですね。